こんにちは、こんばんは、赤髪の友です。今回は豆腐ワールドにね、異世界に行くための下準備としてスライムボールを集めに来ました。確かズンダアローの時にここに来て豆腐じゃない、スライム買ったんですけども、その時にスライムボールを1個ぐらい手に入れてればよかったんだけど、全部ズンダにしちゃったので、ズンダ、ここの発音をいつもコメントで指摘されるんだけど、どっちが正しいのか分かんない。なので、あ、やべ、これ置いてくの忘れた。何？醤油瓶とか、農地拡大したんですけども、それ結構進めておいたんだけど、もうこっちに来てから回し始めたので、今。なので、スライムを買って、スライムボールを手に入れたら、ちょっと拠点に帰って、前回との変更点をね、みんなにね、ドヤ顔で発表したいと思います。とりあえず、豚肉の確保。キノコがいっぱいあって豚がいるっていうことは、トリュフか、ここにあるのはどれかトリュフだったりするのか。わあ、昔あったロールプレイングゲームでマザー2っていうのがあったんですけど、豚の鼻っていうアイテムをつけて木を調べるとトリュフが手に入ったりしましたね。懐かしい。では、夜までちょっとカットしよう。あ、翡翠蘭がいっぱいあるじゃん。翡翠蘭をちょっといっぱい集めよう。ラムネの材料になるし。じゃあ夜までカーッとしました。まあ時間つぶしにね、木を切ったり翡翠蘭集めたりしてました。あそこにいるんだけど、しまった、煎り豆持ってくればよかった。福豆か、あの小スライムを。おお、でっかいスライムいた。出てこい。これ分かれるんだ。ここスライム出ろ。スライムボール来た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 。1個あればいい。あ、意外にミッション痛い。あ、しまった。スライム手持ちがいっぱいでスライムボール取れない。まずい。ちょっと待って。スライムブロック手に入れたら空き瓶捨てよう。ほれ、近づけ前これで、ほら、よしよしよし、意外に使える。全然誰も近寄ってこない。はっ、いって、弓矢は届くの。あれ、ちょっと待って、でも意外にまずい状況かもしんない。ちょっと待って、痛い、ちょっと痛い。これ近づいてこれないから、7番から9番にして、ちょっと待って、9から7に戻せばいいね。9押して吐いて7に戻、あ、間違えた、吐いてないじゃん。ちょっと待って、9押して吐いて7に戻す、OK。で、スライムボールを手に入れれば OK。よし。OK。リンゴ。よし。あ、リンゴも手に入んないんだ。手も、ちょっとひどすぎるな、これ。これで帰ろう。じゃあねー。どけ。あ、強い。魔除けの塩強い。ただ、ダメージは通るけど、いい。しょうがない。どけ。あ、強いわ、これ。へー、こういう使い方があるんだ。てか持っててよかった。てか福豆を持っていたかったけど。アディオス。さあ、それでは今取ってきたこのスライムボールを使って豆腐の異世界へ行くための下準備をしたいと思います。まずスライムレーダー、豆腐スライムレーダーっていうのを作らなくちゃいけないみたい。で、使うのが鋼豆腐とスライムボール。ピピッと。ちょっと荷物が多い。食品はこの中入れておこう。木材はこの中入れておこう。まあ、あと焼くか。ああ。で、配置はレッドストーンにスライムボールに鋼豆腐2個。あ、できた。豆腐スライムレーダー。これを作る。取っとこう。これは何なの？これの説明を読むと、通常世界で豆腐スライムを探しに行くための道具だそうです。そのままでは使えないから、豆腐石っていうものか豆腐石っていうものか分かんないけど、それで充電する必要があるって。あ、1個しか持ってない。これで充電する？おう、あ、充電された。あ、消耗
消耗度がなくなった豆腐スライム探しの旅へ。豆腐スライムっていうのに対して反応するみたいですね。で、豆腐スライムを倒すと、あのなんかステッキっていうステッキを落とすらしいです。豆腐ステッキっていうのは。なるほどね。で、豆腐スライムを今から探しに行くんですけども、その豆腐スライムを見つけたら、普通の剣じゃなくてこの豆腐で作った剣、今この鋼豆腐の剣持ってるんだけど、それで倒さなくちゃダメみたい。そうすると豆腐ステッキっていうのが手に入って、それがゲートを開くための鍵になるみたいですね。だからそれがないと異世界へ行けないみたいですね。じゃあその豆腐ステッキを手に入れるために、今豆腐スライムを探しに行きたいと思います。じゃあちょっと待って、腹ごしらえから。使えば使うほど、そのあ、もう消耗してるね。だんだん使い込んじゃっていくみたいですね。よし、今あと2分移動速度が速いうちに、すごいいっぱい移動して、って言ってもここ島だからな、すげえ速い動きが。 あっちの島だと変わるかな。どこだと湧くんだろう。っていうか、ここは結構冒険してるから、ここには湧かないと思うけど、えい、×ダメか。多分バイオームごとに切り替わるのかな。豆腐スライムか枠がどうかだからな。もしかしたらさっきの沼地じゃなきゃダメとかなのかな。そしたらまあ沼地って書いてあるだろうから、関係ないか。じゃあここ、えい、×。これを繰り返していくんだ。なんかコツとかないのかな。多分バイオームの切り替わるごとにきっとこの結果も変わると思うんで。あった、寒そうなところ行ってみよう。早いなラムネ。いいね、ラムネ投入。ラムネ投入じゃなくて、普通に移動速度が上がるやつを持ってくればよかったのか。さ、高いところ来たよ。ここでポン、バツ。沼地の方だったりする。あ、沼地あった、あった。うーっちーの前に草原バイオームがそこにあった。ここはどう、バツ。早いよ。ないね。すごい早い。あったあった、沼地あった、沼地あった。沼地行くぞー。それ、あ、ダメ。あ、だからやっぱ沼地で確実に湧くってわけでもないんだ。あ、遅くなっちゃった。あー、移動速度上昇来い。あ、違う、何かがあった。耐性か、違う、それが欲しいわけじゃないんだな。あとはバイオームが切り替わるごとに使っていこう。また完全な沼地だな。翡翠ラン、これ取っとこう。バツ。丸がつく時があるのかな。いや、ベッドを忘れたわ。ほっとけ。おおおお、ここで反応する。前向きましょう。危ない、危ないところだった。ここで反応する、まずい。魔除けの塩持ってるのはいいけど、これでよし、 OK、 周りにいない。ここでいいんだよね。よし、ここに、ここの地下の空間にいるみたい。直下掘り危ないよな。ブロック積んで出てくるか。ここでいいんだよね。よし、ほい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 かな。怖いな。あ、いいとこめっけ。あ、ここ湧く、ここ湧くぞ。よし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 、ここ湧くみたいだ。モンスターが湧く範囲を作ればいいわけだ。ここ湧く？湧かない。
ここは枠ギリギリだ。ここは枠、じゃあここもだ。はい、バッサリカットして、あの豆腐レーダーのね反応した地下空間、これまああっちがそうなんですけど、地下空間行ったら洞窟があったので、洞窟をちょっと平らにして豆腐スライムが湧く範囲をね、こうレーダーで一歩ずつ確認していって、でそこを空間にしました。で、今離れてたのは真っ暗な、なんだろう、モンスタートラップみたいな、トラップタワーみたいなのを作ってわざと真っ暗にしたんだけど、ちょうどスライムの足音が聞こえるから多分湧いたんじゃないかなと思うんですが、白っぽいスライムがいれば、あれ？いない？いる！いた！普通のスライムか！こいつを豆腐剣で倒しても特に何にもないんだよね。おい、なんだ残念。みたいなことを繰り返していこうと思います。これ高さがもしかしたら足んないかもしんない。すごい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 、あ、てかこれ剣でやるよりも叩いた方のが消耗温存できた。さてさてさて、また10分ぐらい放置しました。あ、やべ、めんどくせえのがいるじゃねえか。おお、普通の敵が湧いちゃってる。そらそうか、スライムの湧いてるような音がしない。おお、いっぱいいるけど、スライムはいないかな。いないか。うん、スライムの声する。白いスライム来い来い来い。あー、うーん、白くない。よし、スライムの足音するぞ。今度こそ来た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 よ。で、これで倒してもレアドロップなんで落ちるかどうかわからないらしいんですけど、いやー、これ多分カットになってると思うけど、多分これ水曜どうでしょう見ながら片手間に待ってたんで3時間くらい対決レッド丸々見終わっちゃったもんな。3時間くらいかかったんじゃないかな。で、これで倒します。倒してだいたい豆腐をドロップするらしいんだけど、これで素敵なステッキを落としてくれたらいい。落ちろ落ちろ。まだ、あ、増えるのね、増えるのね。セカンドチャンス、セカンドチャンス、はい、ドロップして、お願い、お願い、ドロップして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 、ドロップし、がっくりだな、これ。あ、鉄の剣！歯がね、豆腐だと思ってた。はい、カット。はい、というわけで、またカットして、またスライムがしばらくしたら現れてくれたので、開けたいと思います。白いの！でも足音的には一匹じゃない気がする。で、これが、鉄の剣でこいつはやっつけてもいいんだよね。白いのいるかな。あ、いないよ。白いのスケがいんのか。スライムバリア、スライムバリア、スライムバリア、強いな、スライムバリア。はい、カットしてる間にクリーパーにやられてしまって元の場所がわからなくてですね、でバイオームごとに、この豆腐スライムレーダーを探してたんですけども、チャンクごとだったので、拠点の近場で、スライムが湧く場所を発見できました。それがここのここなんですけども、ここでまた沸かしたりしてたら今こうやって湧いた感じで、これを早速倒したいと思います。で、2階層にしてあって下も同じようにやってある感じで、鋼豆腐の剣で出てこい石器。ステッキが出ない。くそ、
出ないからで、がっつりね心折れちゃってもう作業やめようかと思ったんだけど、でも豆腐ワールド行ってみたいんで、またこうやって、おっと枠範囲をお二人も作って、やっています。こんな感じで、ここを閉じると、でこれを作ってる最中に、ここに来る最中にか、あのなんとスポーン部屋を見つけてしまって、スケルトンスポーン、ここも撮影すればよかったんだけど、もう急いで封印しちゃったんで、で宝箱の中身がレコードが2枚、これ レアじゃなくなったんだっけレコードって、でサドルとインゴットダッシュポーション、ダッシュポーションちょうどよかったですね。まあこんな感じのが手に入ったと。でちょうどこの上ら辺が馬の枠あの土地なので、あのサドルと名札いい感じかなといったところ、 あと馬の鎧も欲しいか。で時間を空けてまたここ見て、湧いてないなと思ったら閉じてっていうのを今繰り返してます。じゃあまたカット。はい、カットして、またスライムの足音聞こえてきた、来た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 、豆腐剣ちゃんと装備して切る、いや壊しちゃえ、おお切る、出てこい、ステッキ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 出して、ステッキまだか、これ全部倒さなきゃいけないんだ、これぐらいこんなにいれば出るだろう、ステッキ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 と、来た、やっと来た。レアドロップきつすぎるよ、2本、うわーいっぱい出た、いっぱい出たよ、3本出たか、いやーきつかった。これはちょっとね、まあずっと通してじゃないんですけれども、作業した期間的にはこれ3日間もかかっちゃって、はあ、出た、これでやっと豆腐の異世界へ行けるんだ。じゃあ出るとき3本も出んの、もういる、まあまあまだいないか、いや何やともあれ出てよかった。そしてなんかあとレコードとか、まあいらないけど名札とあとサドルとか手に入ったんで、まあよしとしましょう。さてじゃあ帰るか、帰り道はここか、はい、じゃあ帰りたいと思います。これ豆腐ステッキやっと手に入りました。でこれを使ってなんかゲートを作って、まあネザーでいう火付け石みたいな感じで、あの着火的な感じでステッキを使うと豆腐ワールドへの扉が開くっていう感じみたいです。というわけで、拠点に帰るまでカットにしちゃいたいと思う。あ、そうそうそう、これですね、サドル、馬がいる道って言ったのがここなんで、まあ馬が欲しくなったらここに来ようかと思います。拠点からね結構近いので。真っ黒の馬がいる、いいね、乗っちゃおっかな、何にも持ってちゃいけないんだよね、えい、あ、ダメだ、ほい、えい、食べ物あげれば懐くんだっけ、えい、ほい、ほい、これ肉はダメなの、あ、なった、肉あげられてなかったけど、お、体力すごいな、飛べ、飛べ、で、これをサドルつけると言うこと聞くようになるんだっけ、あ、聞く、あー、いいね、ピヨーン、待って、でも敵いる、なんだあれ、あんなゾンビいたっけ、あー金の鎧装備してんのか、あー馬の鎧も欲しかったな、で拠点はあっちだよね、あー帰ってこれた、あっという間だと、やっぱ水に入ると解除されちゃうんだ、うわ、危ない、出て、あ、やったー、なんかペットができた、新しく、これでスライムボールで綱を作っとこう、柵がないといけないんだっけ、じゃあここに繋いでおこうかな、ほう、うん、これでいいや、よし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 、できた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 、
あー豆腐席手に入った、疲れちゃった疲れちゃったよ。もう途中でクリーパーに爆破されて手持ち全部吹っ飛んで拠点で復活した時はもう頭真っ白になりましたけど、これが豆腐ステッキ、持ってみるとこんな感じか。よし、とりあえずこれで焼き豆腐っていうのでゲートを作るみたいですね。まあ焼き豆腐は以前作ったことがあるんで、そこから先は次回にしたいと思います。では豆腐ステッキと、おまけでお馬さんを手に入れて、今回はこんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。ご視聴ありがとうございましたぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォン、タブレットからご視聴の方は登録ボタンをタップして登録をお願いします。この動画の続きが見たいときはタイトルをタップして下にスクロール、再生リストから見ることができます。マスコミからご視聴の方は画面下のボタンからお願いしますくそー着馬だ赤髪の友が料理や釣りに挑戦する実写動画チャンネルもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。